半蔵、一体どんな術を使うのか。何あの右腕。その右腕の目はどうした。いろいろあってな。お前は殺すと決めている。お前を含むこの葉上層部の目。これはスサノオというやつか。で、これからどうします。さくらには僕の本体がついています。とは言っても直接行って説得して連れ戻した方がいいでしょう。お前はナルトを連れて里へ向かってくれ。わかりました。なんだってばよ、おめえら。そいつの話を聞かせろ。てめえらのとこの抜け人うちらが。そんな嘘。暁ってどういうことだ。サスケは暁の一員だろうが。お前らが抜け人を野放しにしておくから。サスケがこいつらの師匠。うちははうちらが倒す。うちはいたちサスケは全てを失い一人になった。そんなサスケを責められるか。サスケを木の葉の手で処理する。桜はバカじゃないし、影の名を背負う覚悟を決めたなら。ナルト、どうかしたのか。落ち着け、ナルト。もう一度問う。本当かと聞いてるんだ。さっさと答えろ。イタチ。お前が望むような兄を演じ続けてきたのはそういう可能性を秘めている。この俺を超えることを望み続けていた愚かなる弟。そう信じさせておきたかった。里を抜けた時よりお前と戦い本当に強くなったな。その時お前に新しい力を与えるため愛の代償に憎しみを受けた。嘘だ。そんなもの全てどうなんだ。本当イタチだけではない。そういう者たちのおかげで平和は維持されてきた。この葉に対する恨み。感知できる断蔵のチャクラは一つだけ。やはりか。スサノオ。また今のも影分身じゃなかった。サスケの中のチャクラの乱れは感じられないし、一体どんな術だ。アマテラス。サノオにアマテラスまで。口寄せの術。新しい口寄せか。アマテラス。久しぶりに見た。イタチの術を受け継いだか。内派一族の犠牲を無駄にしている。ま照らす。わしを現実にかけたのは褒めてやるが、サスケ、チャンスだろ、なんでやめる。お前の現実などたかが知れている。体を縛る呪印か。サスケ、動けないのか。体術とはな、サスケがイタチの真実を知っているなら暁も。サスケ、見てみろイタチ。どうしてもお前を殺せなかった。うん、このチャクラ、もうほとんど以前のサスケじゃない。憎しみが成長し力をつけてきた。今の術で一気に断層のチャクラが減った。あれは木刀、扱うには何か秘密があると思っていたが、オロチ丸め初代柱間の細胞を埋め込んで、だからここまでのチャクラを消費して、今やつは無敵になれる術を解いている。あの女が完治タイプだったか。しかし遅い。やった。また術をかけ直したのに。見る限り腕の車輪眼は10個。どうやら九尾をコントロールするつもりでいるようだな。こいつもナルトを狙っている。間違いない。術イザナギ。含めた不利なものを夢に書き換えることができ、10社の攻撃などで有利となるものは己自身にかける究極幻術。そしてイザナギを使用したその目は光を失い、あの目の数、それを無理やり伸ばすためにオロチマルがまだらみ、ヤスとやり合う力も残しておかねばならん。しかしこのスサノオ、簡単にはいかん。まだイザナギを解くわけにもいくまい。口寄せの術。この口寄せ、バクか。断層は見逃さない。スサノオの隙間、ここだ。ここでカトンを使うか。約60秒ごとに1個ずつ閉じていく。あと4つ。この術のシステムからして、相打ちでさえ断層の勝ちになる。聞け、いいか。お前の術が解けるようだな。お前、イザナギのことを知っていたのか。鎌をかけたか。小賢しいやつだ。断層の場合、イザナギを解いてしまう。サスケはとっくに気づいていた。決着の時だな。その手を下したのはイタチだ。サスケの力、まあこんなところか。早すぎたな。まだ目は開いている。わしの勝ちだ。どうなってる？イザナギを見切ったつもりだろうが、どういうことだ。サスケの幻術はイタチには及ばない。イタチに会うのは貴様の方だ。やっぱりうちが感じた通り、今の断層は実体だ。幻術時間を自在に操ったが、少ししか持たない小さく弱いその幻術も自殺行為とも思える。サスケだから、体を差し合う少し前、サスケは内派一族、サスケは幻術をかけ、お前自身イザナギの不安、車輪ガンを手に入れたことにより大使。うちはをなめるな。そろそろ死水の目をいただけそうだ。あの女連れてきて正解だった。いや、このわしがこんな小僧に。柱間の力をそう簡単にはコントロールできはしない。しつこい。イザナギとして使い捨てにするのか決めかねているようだな。能力を使いすぎたな。マダラの方だ。さてサスケどうする。自己犠牲を語ったお前が、私はこんなところで死ぬわけにはいかん。女はそのための犠牲だ。動くなカリン。急死を。そう来なくては。兄さん、まずは一人目だ。イザナギをする暇がなかったな、団蔵。サスケ、あんたにとって人質に取られるようじゃ足。サスケ。水の目はいただくぞ。レッドボーイ、話がある。お前はなぜ来なかった。お前の父上もそう言い、何かとかばってはいる。わかりました。以後気をつけましょう。そうだな、ゆうべ中野川に身投げしたこいつが死水の目を。大丈夫かだぞ。余計な真似だヒルゼン。この状況で仲間を失うわけにはいかないだろう。ああ、なんとかね。敵が囲まれたな。この追跡力からして雲隠れ。こちらは二代目様を含めて7人。敵はまだこちらの位置をはっきりとは把握できてない。無理だ小春。このおとり役か。まず命はない。俺は忍びだ。忍びらしく戦場で死ぬと決めていた。お前は今何を考えてる。どうした。俺がやるってなんで。俺がやります。心配するな。震えが止まった。ホッとしてる。これから皆を頼むぞ団蔵。おとり役は俺がやる。俺の父も祖父も戦場で忍びとして死んだ。おとり役はもちろん俺が行く。ダメです。あなたはほかげなんですよ。だがこの場で必要なのは、決断が遅かったのは事実。今のままでは仲間を危機に陥れる。その年で焦ることはない。里をしたい貴様を信じる者たちを守れ。明日からは貴様がほかげだ。さあ、木の葉を頼む。お前はいつも俺の先を歩きやがる。忍びの世のため、木の葉のため、お前、サスケ、弾道から離れろ。ヒルゼン、次はわしの番のようだ。木の葉舞うところに火は燃ゆる。またこの葉は芽吹く。今度はわしが。だがわしは結局火影にはなれなかった。お前には追いつけなかったよ。これは闇の中の根、なあヒルゼン。本当のことをナルト君に言った方が良かったんじゃないでしょうか。絶対にダメよ。おめえはナルトを舐めすぎだ。サスケを見つけたぜ。みんな一度止まって。フォーメーションは確認済みだろう。マキタに向かって2時の方向。みんなごめん。サイ、どういうことです。なんで一人でやろうとした。いやダメだ。どうして。僕たちだけじゃサスケにもカカシ先生に行かせないと約束した。そういうことかよ。一度しか言わない。急がないとダメだ。鳥獣戯画。カカシ先生の言うこともわかるが、俺が蹴りをつけてやる。犬の方が賢いようだね。暴動になりました。今くんしまった。みんなごめんね。キバやリーさんごとやられました。急いでください。やるねさくら。私はサスケくんをいつ好きになったんだろう。みんな聞いて聞いて。私手短に話せ。サスケくんとか言わないでよ。じゃあ次7班春の内葉サスケ。私は春のさくら。将来の夢も言っちゃおうかな。ここに鈴が2つある。これはちょっとサスケくん、先生が。いるからは3人で鈴を取りに行く。なんだ合格。なんで。忍びの世界でルールや掟を破るやつはクズ呼ばわりされる。仲間に陰りのあるその表情の裏に何があったかなんて。力を求めて別れのプレゼントをあげたのよ。しっかりしてサスケくん。残るはお前だけだ。やめて。どうしてそう強がるのよ。私にはサスケくんが。お前には関係ねえだろ。君が抱えていた影なんだ。俺と今から戦え。ちょうどいいってばよ。さっきの千鳥、ナルトを殺す気だったのか。ナルトは知っていた。邪魔しないでくれってばよ。サスケ君に正面から向き合っていた。俺はお前たちとは違う。私はサスケくんが好きでたまらない。毎日楽しくするし、絶対幸せになるはずだから。復讐だって手伝う。だからここに私も一緒に連れてって。お前うざいよ。サスケくんを連れ戻して。一生の約束だってばよ。ただナルトに重荷を背負わせてしまった。私は泣きついただけ。自分じゃ何も。ごめんナルト、今度は私も一緒に。私なりに頑張った。もう届かない場所にいた。さくらちゃんとの約束がな。俺自身でサスケを助けたいと思ってる。Thật rồi anh sẽ khóc rất nhiều vì anh cũng đã quá yêu. Nhiều khi anh muốn không chặt em nhưng anh biết rất lâu em đã không còn yêu anh. Mãi xa nhau rồi và mãi sẽ như vậy, chỉ là một cuộc tình đã.僕の使いすぎだ。光を失いかけているその目、目的を達成するには我慢も必要だ。サスケ、いらないならちゃんととどめを刺しておけ。俺がいつお前の仲間になった？まあいい。俺たちと同じ地の書か。メガネ。じゃあな。見たかったな。サスケくん。さくらか。これがサスケくん。こいつは。私もサスケくんについていく。木の葉を抜ける。